はい、どうも、皆さんこんにちは。久しぶりですね。台風7号が結構大きかったですけれども、いかにお過ごしでしたでしょうか。まあ私の地域ね、警報がすごかったんですけれども、あんまり大したことがなくてですね、台風一過の翌朝、こうやってまた海岸を歩いております。ちなみにね、この今動画のね中心、まあ画像の中心ですかにある、こうピカピカ光ってるこう昆布みたいな海藻、これあの台風で打ち上げられたカジメっていうね、あの海藻なんですよ。まあ、ちょっとねこう足元にあるのを拡大すると、まあ、太い根っこと昆布みたいな葉っぱが、ね、結構こう旺盛に繁茂しております。これあのサザエだとかね、それからあのアワビの餌で貴重な海藻なんですけれども、まあ見てください、これ大きいね台風が来るとこう、もうね一回これぐらいね、あの吹っ飛ぶんです。これどこの海岸でもそうなんですけれども、こうなっちゃうとね、またこの大きさになるまでこう 3,4 年以上かかっちゃうんで、まあ気の長い旅ですよね。で最近海水がね温暖化のせいでこう水温上がってまして、このカジメのね、カジメがまあ岩からこう吹っ飛んだ後に、あの目ですか、目が生えてくると、そのワカメをね食べたがる魚っていうのが結構多いんですよ。イスズミだとか、それからあれはなんだっけ、バリってよく言われてるアイゴね、あの辺がこう目のうちに食べてしまうと、次のカジメが定着しなくてですね、水産資源に結構大きな影響を受けます。これを防ぐには、あの定期的にこう冷たい水の塊が流れ込んだりですね、近くに川の水が入ってくる、水温が低くなるようなこう条件があればいいんですけれども、それがねないようなところっていうのは結構ね近年大変になってきてますよね。まあなんでこんな話をしたかというと、現在の私漁業者にもなっているのでですね、その辺のお話もまあいずれはできるかなと思うんですけれども、まあちょっとですね、あの台風の後ですし、台風の後ですね、こうやってまめにあの海岸の探索をやってますから、いつも通りいろんなことを話しながら歩いていきましょう。まあ、それではですね、今回もしばらくじっくり、まあ、本当にね動画としてはしばらくぶりになるんですけれども、近況報告だとかですね、この後のことなんかもこうお話ししますんで、まあのんびりですね探索にお付き合いください。海はね、手前の方はだいぶ濁ってますけれども、沖の方は綺麗な夏の潮が入ってキラキラしてますね。まあ 2,3 日中にはまた潜れるような海になるんじゃないでしょうか。ただね、見てこれ、これ全部ねカジメなんですよ。さっき言った海藻なんですけれども、すごい量抜けちゃってますからね、結構ダメージは大きいんじゃないかなと思います。まあそれはそれとして、とりあえずねいつも通りこうガラスを探してね、あっちこっちこっちこっち探索しますんで、ちょっと歩いて行ってみましょう。さて運よくですね、潮はかなり引いています。普段はね、状況によってはですよ、私の腰ぐらいまで水が溜まっているところが、今はもうね下の岩盤も見えるぐらいです。まあこのチャンスにね何か見つけられればなとは思うんですけれども、どうなりますかね。そうそう、それとですね、しばらくあの動画の方をアップしてませんでした。去年かな、かなり有名なね、あの YouTuber の荒川チャンネルさん、それとホモサビさんと一緒にですね、あのトアミを投げた動画をこうショートでやってます。フルバージョンもねあるんで、こういずれアップはしたいところなんですけれども、あー暑い、ものすごく暑いですね。今ねちょうどその昼間の一番暑い時間で、まああのアジロガサをかぶってですね、結構こう薄着で歩いてるんですけれども、まあ、なかなかね暑いですね。時々あの暑いってこう規制を上げることがあるかもしれないんですけれども、それはちょっとねあのクールダウンに、こう心のクールダウンに必要な作業なのでね、ちょっと勘弁していただいて、はい、まあ話戻しますけれども、動画はですね瓶掘ったりこう海岸歩いたり結構いろんなもの取りためてるんですけれども、あの机にね向かう時間っていうのも結構多くてですね、なかなかあの更新まで回らないっていうのがこう現状だったんですよね。暑くて息が切れちゃうな。まあそれでね、まあ状況を話しますと、私自然豊かなねこう地域にこう移住してきてね、こう瓶探したり山歩いたり海岸歩いたりってことをやってたんですけれども、さらにですねこう漁業者にもなったり、あとあの家族がですね、まあ、あの狩猟の免許を取ってこう有害の駆除を始めたりだとか、あと私自身もこう畑をやったり、それでその、まあ、運よくですか、私の建築関係の仕事をこう気に入ってくださる方がいて、結構ねたくさん仕事をいただいてたりと、まあ、個人的にはねあんまりもう建築の仕事だとかをねこうどっぷりやるっていう気は、いやいかなる仕事もねもうどっぷりやる気はなくて、好きに生きるっていう考えしかないんですけれども、まあ、それでもね今の時代にこう
良い条件でお声掛けいただくということと、それと、ね、自分の先生こう好きなようにやってくださいって言われるっていうのは、これはもうね、妙利につきますから、そういった仕事はね、こう楽しみつつさせていただいてたんですけれども、まあなかなかね多忙にもなっていたんですよ。あともう一つはですね、きっと動画見てる方にも知ってる人多いと思うんですけれども、小説だとか書籍の方にもね今は携わってたりしてますから、それもなかなか忙しいっていうのもありますね。まあ一言で言えばこうとても充実していてですね、動画の方にこうね避けるリソースっていうのはなかなかない状態が続いてたんですよ。でもうそれは今後も続くんですけれども、そんなことばっかりねやっててもしょうがないし、今の時代ってのも発信って大事じゃないですかね、個人のコンテンツ能力といいますか、もうこれはね、とても大事なことなので、そういったこともねちゃんとやっていかないとダメだなって思いつつ、もう2年以上の歳月が流れているっていう状態です。まあやってることをですね、こういろいろ面白く追っかけられるように、まあアナウンスをねなるべくやっていこうとも思っておりますから、まあ、引き続きなんか面白そうなことをやってるなってこう思ってくださってる方はですね、追いかけていただければ、まあ引き続き面白い何かをこうお見せできるのではないかななんて思っております。というわけで、暑くて喋るのも大変ね本当にね、良い子はあんまりこの暑い時間に海岸こう一人で歩くとかやっちゃダメですよ。ある程度鍛えてるとか、こう暑い中で作業した人でないとね、もう無理だと思います、こんなの暑すぎて。もう私の地域の人とか昼間表に出ないんですからね、皆さん。当たり前ですけれどもね、この暑さだとね。まあ私の場合、都内でですね、もう結構ハードな環境でいっぱいいろんな仕事やってたっていうのがあるので、そういったね、経験が体に染みついているんだと思います。これ誰か来てるね、すでにね。おそらくこれを起こしてるってことはね、これ昔のね六角のラムネ瓶ですよ。まあとにかくね、見る人によって見つかるものは違うので、ちょっとじっくり探してみましょう。何か見つかったらまたカメラを回します。ですね、海に注ぐ川の終点に今上がってきたところです。カニさんがいますね、見えます？海岸に捨てられてたサザエの貝殻がこう打ち上げられて、まあカルバートっていうんですけどね、こういうコンクリートの構造物、カルバートの入り口のところにこうだいぶ打ち寄せられています。実はそのサザエの殻も今のはもうそんなに大きいのが流通してなくてですね、この辺にあるのはまあ比較的新しいものなんですけれども、たまにとんでもなくね大きいのが起こってることがあるんですよ。そういうのがあったらね、それも昔のサザエの貝殻だってこう思うといいと思いますよ。アフリカのね、象の牙がこう今すごく短くなったりなくなっているのと合わせて、まあ合わせてなくなっているのと同じようにね、サザエもやっぱり昔はね大きいのを結構皆さんこう食べてたから、昔のねサザエは大きかったの、まあ今も沖の方に行けば大きいのはいるみたいなんですけれども、もう近場で上がってくるものはねほとんどやっぱり殻がね小さくなっちゃってますね。でも実際味の話すると、あまり大きくない方がサザエは美味しいです。まあ今はね、私の足元に転がってるぐらいの殻っていうのが標準サイズで、これぐらいが大きいんですよ。もうこれよりとんでもなく大きいのもいますけれども、そうなるとね、ちょっとあんまり美味しくないですね。これとかはね、多分比較的古い殻だと思いますよ。まあね、もっとね、すんごい大きいのがあるんです、たまに。状態のいいのがあったらね、もう今となって大きいサザエの貝殻も珍しいので、磨いて飾ってもいいかもしれませんね。もう珍しくなってますよ。さあ、どんどん歩いていきましょう。さてさて、一息入れて回ってきましたけれどもね、また別の海岸に。今、3カ所目ですかね。さっきのところは誰かが来てたのもあるのと、まあ、やっぱりあと今回の台風ね、そこまで海岸ひっくり返されてないですね。ただでも海の中の荒れようは相当なもんですね。低気圧は海の中を揉み込むってこう漁師の間では結構教わるんですけれども、確かにこのカジメの抜け具合は相当なもんです。なかなかこの抜け具合の規模はないですね。ゴミのね漂着がすごいですよ。まあ何かね、このゴミの山の中にもう見出せるものがあればいいんですけれども、まああれかないかは関係なく、海岸を歩くのは健全なことだからね。カワハギさん、これ釣るとか捕まえたら結構もうね1回の刺身楽しめるぐらいのサイズですけれども、打ち上げられちゃったんですね。
まあね、海の中泳いでるとね、本当に泳ぎが下手くそなんですよ。カワハギって可愛いんですけれども、海流が強くなっちゃったらなすすべないだろうなっていうのは結構容易に想像つきますね。いやー、それにしても暑い暑い。今日はね、かなり潮引いてますよ。まあ台風の後のね、高気圧っていう条件も重なってるんだと思います。まあぼちぼち行ってみましょう。はい、ですね、まああれからまた場所をね、変えたんですけれども、もうとにかくね、カジメが多いですね。たどり着いてるので、あまり海岸をね、いい状態では見られません。でまあ今ね、ちょっと岩陰で休んでますけれども、岩陰で休みながら海見てると最高に気持ちがいいですね。いやー、まったく。あとはね、もう1個ぐらいでも何か見つかってくれればいいんですけれどもね。まあじっくりやっていきましょう。というわけでですね、まあ4カ所か5カ所、5カ所目かな、一通りですね、あちこちのこう海岸を歩いたんですけれども、まあ、やっぱりね、こう岸のあたりをこう高く荒らしてっていうところまではね、海が今回上がらなかったので、めぼしいものっていうのはもうない状態ですね。まあ海岸をね、いろいろ歩いてこう台風によるね、変化なんかを感じたりだとか、そういったことあるんですけれども、漂着物もですね、それほどこう変わりはないですね。以前かなり大きい台風があってからだいたい 5,6 年経ってるんですけれども、やっぱりこうその時のような規模っていうのはなかなかやっぱりないんでしょうね。気圧的には同じでもですね、まあ今日はもう台風一過のいい天気でとても暑いですけれども、昨日ね、台風の真っ只中ですか、ちょっとこう買い物に出てから海辺を見たんですけれども、今までの大きい台風の時みたいにはこう海面がね、上に上がってないんですよ。だいたい例えばね、まあ、今だいぶ潮の引いてる海岸が映ってるじゃないですか。で今台風でね、もう本当に潮が上がってくると、今自分がいる場所なんかもね、平気でも水没するんですよ。座ってる自分のね、頭の上よりもこう海がせり上がるのね。で今回ね、そこまではやっぱり上がらなかったんですよ、台風の中心の気圧の割には。まあだから多分ね、ごく中心部の力は強くて、まあ、気圧低かったんでしょうけれども、範囲はね、あまり広くなかったんでしょうね。まあ、台風の、ね、レビューをしてどうするんだっていう話なんですけれどもね、もうごめんなさい、暑い中ね、もう3時間ぐらいこう海岸ね、休み休み歩いてるんですけれども、ちょっとね、めぼしいものはなかったですね。まあ、何かね、いろいろこうお話ししても構わないんですけれども、そもそもそのしばらくね、動画を撮ってなかったじゃないですか。まあだからね、まず近況のね、報告をこういろいろやってっていったところがこういいところなのかなっていう気もします。まあ、ここでね、下手に何か見つかっちゃうと今度こうお話がおろそかになりますからね。まあそれで結局ですね、そう動画でね、結構体調を心配してくださった方いたんですけれども、正直ですね、コロナ禍ももう全然ね、問題はなかったですよ。だいたいね、5、6年ぐらいですか、体調不良っていうのを全く起こしたことがなくて、先月ぐらいかな、少しですね、まあ、家族からこうコロナをもらったかなっていう感じで調子が悪いことはあったんですけれども、まあ、咳だとか、ね、熱は、ね、大したことはなかったです。ただそれ以降から、ね、腰とか肩ですね、昔からあんまりこう良くないところ、まあ、年齢層でこうガタの来てる関節なんですけれども、そういったところは、ね、結構やっぱり痛むようになりました。まあ、コロナのせいなのか、それともこう年相応なのかあれですけれどもね。そういった変化があったくらいで、まあ、基本的には、ね、大変元気にやっておりますよ。でね、送ろうと思えばもう動画に出せるコンテンツはかなり多くて渋滞しててですね、何をどこまでやったらいいのかわからないなっていうところも正直あるんですよ。まあ、その知ってる人は、ね、知ってるんですけれども、ね、ガラスだとかですね、海岸を探す他にもやっぱり随分いろんなことをやってますからね。コバさんってこんなことをやってたのっていうことがね、随分あるわけですよ。まあ、でもね、もうこういう時代ですし、そのやっていかなくてはならないことなんてのもね、あって、それもまたおいおいお話はするんですけれども、やっぱりもうどう考えてもですね、動画もこう以前と同じようにこうやってた方がいいなと、あまりおろそかにしないでですね、忙しいからとか本人やるべきことがあるからっていうのもあるんですけれども、まあ、動画をね、やってることによってこうそういったこともね、相乗効果でこういい方向に行くと、こういったこともあるんじゃないかななんてこともありますんでね、またじわじわですね、こう動画をやっていこうと思います。であとコンテンツによってはこう他のチャンネルだとかですね、他のアカウントでこういうことやってますよなんてお話もするかもしれませんので、まあ、楽しみにしていてくださればと思います。まあ、自分のですね、こちらの方の動画見てくださっている人はわかると思うんですけれども、こだわりがあってうるさい男ですからね、これはもうどの分野何やってもそうなんですよ。
でうるさくてですね、あまり世の中に合わせられないというところが正直あります。まあ、だから今みたいに、ね、田舎にいてマイペースでいろんなことをやれるというのはすごく幸せで恵まれていることだなとは思うんですけれども、まあ、今日だってそうじゃないですか。あの台風が、ね、終わった海でこう朝からもう海岸こううろうろしてですよ、暑いなとか熱中症になりそうだなとか言いながらこうやってこう動画撮ってられるっていうね、やっぱりこれはとても幸せなことだと思うんですよ。まあね、そういう、ね、自分がこう普段どんなことをやったりしているのかっていうこと、まあ、あとやっぱりその永遠にですね、こう子供みたいに面白いことを追っかけているところっていうのもたくさんありますから、そういったものをですね、こうもっと皆さんと共有できればなって思っておりますよ。まあ、そんなこんなですね、まあ、今回はこう洗ってみようっていうね、こういつもの言葉が出せなくてちょっとあれですけれども、まあ瓶の方もね、こう動画の撮りためも随分ありますし、今後もねぼちぼちこう探索したり掘ったりっていうのはやっていきますんで、また楽しみにしていただければと思います。まあ、それではですね、今日はあの台風後のですね海岸の散歩になってしまいましたけれども、あの久しぶりの動画です、まあ、元気にやってますよということですね、まあ、あとぼちぼちこういろんなことをですねこうやってますというのをもっと出していきますよというお話でしたね。そんなこんなですので、皆さん今後もよろしくお願いいたします。それではですね、暑さが大変厳しいですけれども、あの暑さだとかですね、あとちょっと流行っているコロナですか、そういったものにこう健康だとかこう日常を損なわれないようにですね、皆さんの幸運をこう祈りつつ、まあ、お互いこう楽しくやっていければなと思います。ではでは今回はこの辺で失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。